いこです。中野とアルナです。河野直哉です。今回もこの全選手名鑑2019麻雀プロのこと知っていきたいと思います。さあ、そしてね、今まで2人ほらね、仲悪くさせちゃうような戦い方をさせてしまったのでね、ここで一回こう団結力を見るために。今更2回も負けさせられて2人で協力して今回は解いていただきたいと思います。今回はね、雑学いろいろこの中に入ってる情報を皆さんはしっかり把握できているのかどうなのかを見ていきたいと思います。さあ、今回の問題はこちらです。するしない？今から言うプロ、名前を年齢順に並び替えろ大先輩のお名前が今からずらーっと出てくるので、こちらもお二人の話し合いで構いません。しっかり年上の方から並び替えてください。そちらのお名前一覧がこちらでございます。はい、各ね、団体のね、お偉いさんばっかり集めてみました。やばー。五十嵐さん、井出さん、押田さん、梶田さん、この差は誠一さんですね。沢崎さんで、土田さんに藤崎さん、こちらね、8名を2人の力でこちらね、バーって並んでますけど、お顔がね、これ今50音順に並んでます。これを正確に年齢順に並び替えてこちらに書いてお答えください。で、考えてる内容は全部声にぜひ出してください。2人の並び替えで、私もちょっと知ってるところは顔に出るかもしれないんで、ヒントとして使ってください。さあ、それでは行きたいと思います。なんとなくわかる。下はね、それ梶田さんが一番下だと思います。あ、そうなんだ。一番若いのが梶田さんってこと。梶田さん、藤崎さんの順か、藤崎さん、梶田さんのね、どっちかだと思うんですよ。多分梶田さんのが下だと思うんですけど、じゃあそれでいこう。多分ですけど、いやでもどっちかわかんないけど、やっぱ年齢ってあんま気にしたことないからわかんないけど、梶田さんが一番下な気がします。さあ、それでは今回の問題は6人ちゃんとした位置に枠に入ってればお二人のチャレンジはクリア、罰ゲームなしとさせていただきたいと思います。その代わり5人しか合ってないとか2人しか合ってないとかはもうお二人での罰ゲームとなります。5人以下ってこと？相当むずいよそれ。6人当てるだけだよ。はい、次が藤崎さんだと思います。どっちかわかんないけど、この中で名人戦に一番最後に出られたのが藤崎さんなんですよね。さすが見てるね。そう、いい情報だ。だから藤崎さんだと思うんだよね。うん、そこは藤崎さんだと思うんだよね。で、その上が五十嵐さんなのか近藤さんなのかなんですよ。せいさんも最近出始めたばっかりなんだよね。でも何年経った？ 3 年くらい経ったかな。よく50歳から輝いたって言ってるもんね。そうなのよ。で、途中で1回だけ、今の中が何に合ってるかだけは1回じゃシンキングできます。できます。1回だけよ。じゃあ今やります。じゃあやります。シンキングはぁ？分かった。じゃあちょっとシンキングも兼ねて、俺一番上は井出さんだと思うんです。私も思った、井出さんだと思うんだよね。井出さん、沢崎さんだと思うんですよね。なるほどね。はい、ではこの中で2人同じ年の生まれの方がいます。その方は五十嵐さんと土田さんです。え、嘘。え、嘘。マジ？これヒントじゃん。嬉しいヒントじゃん。え、じゃあ分かんないよ。でもそこは絶対どっちにしろどこかで並んでなきゃダメなの。誕生日どっちかなんて分かんないよ。3ヶ月違いとか。8月と11月でしょ。土屋さんは8月生まれじゃなかったはず。ってことは五十嵐さんの方が8月だから年上ってことね。とりあえずこんな感じにしました。じゃん。はい、上から井出さん、沢崎さん、五十嵐さん、土田さん、押田さん、近藤さん、藤崎さん、梶田さん。一度これで何枠合っているか発表していきたいと思います。合っているのは2枠です。2枠だよね。2枠です。どこが合ってるかは答えられません。でもここどこじゃない2枠です。えってことは藤崎さんが上ってこと？もっとあ、そうか。そんなはずない。そんなはずないわ。だから藤崎さんと藤田さんなんじゃない？あ、なるほどね。ここが逆なんだ。なるほどね。それを逆にしてみよう。井出さんはこれさ、一回のさヒントだけで全部それがむずいね。むずい超むずいよ。2個しか合ってない。そうだから2個しか合ってなくて消しちゃったら1個合ってるところもなくしちゃってない？だから1個は合ってんじゃない？どっか。もう一個。井出さん以外にももう一個合ってるから、これ今全部変えちゃってるから。じゃあ今沢崎さんここにいたんだよね。だから井出沢崎が逆に合ってる可能性あるよ。井出沢崎さんが合ってて。じゃあここが全然。でもここはセットだから。またこの思い切って土田五十嵐近藤推しにしてみる。ここは逆ってこと？あ、逆ね。逆にしてみる。はい。梶田さん書いて、じゃあ思い切って沢崎さん1位にしてみる。沢崎さん1位だな、多分。だってこれよりさ下なんだよ。これって言ったね。このセット。あ、ここに多分沢崎さん入れて、沢崎さんが入るじゃん。チャレンジでお願いします。さあ、それでは上からお名前を読み上げてみてください。1番沢崎さん、2番五十嵐さん、3番土田さん、4番井出さん、5番近藤さん、6番押田さん、7番藤崎さん、8番梶田さんでファイナルアンサー。違うよ。間違った。もう OK だったんだけどいいね。チャレンジアンサー。本当ね。言いたかっただけ。6枠合ってます。ファイナルアンサー。もういじくれません。いじれない。いじったら間違っちゃう。でもこれでやっぱちょっと合ってます。ちょっとやっぱ合ってた。いいですか？豪華賞品ありますけど全枠当たったら。ちょっと豪華賞品は何なんですか？ちなみに旅行連れてってくれます？いや嘘いいややめてくれ。多分強いて言うならどこが違うんだろうね。でも2回もさ。ヒントあげたのに全問正解当てにはいかないの。無理。だって3ヶ月がいるんだもんね。いや罰ゲームしたくないですもん。そうなの。だって6問あってればいいって言うから。そう言ってた。じゃあ罰ゲームなしで本気で考えてみてくださいって言われたらやる。もう当たってんだからね。そうもうこれでいい。それから読み上げてください。1番沢崎さん、2番五十嵐さん、3番土屋さん、4番井出さん、5番近藤さん、6番押田さん、7番藤崎さん、8番梶田さんでお願いします。ファイナルアンサー。6個以上正解してるのでやったぜー。では正解を読み上げていきます。年上順です。1番沢崎さん。やった。2番井出さん。3番土田さん、4番五十嵐さん、5番近藤さん、6番押田さん、7番藤崎さん、そして最後梶田さんという順番が正しい年齢順です。ちなみになんですけれども、沢崎さんは1955年生まれ、五十嵐さんは1959年50代。そして梶田さんが一番若いんですけど、1973年です。そうですよね。梶田さんは40代ですよね、まだ。本当にここら辺の方々ってみんなが全員沢崎さんは沢崎さんと呼ぶし、土屋さんは土屋さんと呼ぶからさ、なんか仲いいというか呼び捨てにしたりしないからさ。なんかジャン界の中では年齢よりもなんかほら、だって私先輩だけど。プロ歴っていうのもあるからむずい、これ本当に。プロ歴取れば取るほどわけわかんなくなる。むしろここが当たったことがちょっとマジで嬉しい。すごいね。ここが当たったことが嬉しい。よく当たったね。さあ、というわけで今回はいけました。おめでとうございます。頭難しかった。今回も青春メイカンで遊んでみました。いろんな雑学もたくさん入っていてね、血液型だったりも。載ってるから誰々プロは何型でしょうとかそういうのもできますし、あとねやっぱりこうやって年齢とプロ歴をね載ってるから、後輩だけどめちゃくちゃ年上とかもいっぱいいるし、やっぱり先輩はすごい先輩だったなって人もいっぱいいるので、そんなところもチェックしていただければと思います。ではお二人今回どうでしたか？疲れた。なんか脳みそめっちゃ使ったね。でもちょっと仲良くなった。あんだけ年齢当てられると楽しかったでしょ、2人。まあでも相談してる間ちょっと楽しかったですね。楽しかったね。お母さんのことちょっと好きになった？うん、俺は最初からはるちゃん好きだから。はい、というわけで今回はお二人の仲良くなる、これいいね、仲良くなるチャンスでございます。はい、動画ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。